迷惑かけたくない。の候補であるタイさんより冒険者協会に人手を借りたいとの依頼がありました。具体的には何をやるんだ？鉱山で働く仲間を見つけ出してほしいとのことです。人探しか？よし、オイラたちの得意分野だな。はい、旅人さんの実力なら問題ありません。具体的な依頼内容は直接会ってお話しするそうです。もしこの依頼を引き受けてくださるのでしたら、埠頭付近にいるタイさんにお声掛けください。おう、俺に何か用か？ん？ひょっとして教会から来た冒険者か？え？わかるのか？その格好と顔つきを見れば相当なやり手だっていうのがすぐにわかるさ。ふふん、なかなか見る目があるな。この業界にいると鑑定の仕事も多く任される。石も人間もこの体にかかれば一目で見極められるってもんよ。二人とも少し待っててくれ。もう一人の助っ人がそろそろ来るはずなんだ。ちょっと待てよ、仕事はオイラたちに頼むんだろ。他の助っ人と報酬を山分けするなんてことないよな。はあ、正直なところ今回の一件はかなり厄介なんだ。冒険者だけじゃまだ心もとなくてな。それで、おいおい、他の人にも頼んだのかよ。おじさん、オイラたちの腕を舐めてもらっちゃ困るぞ。お前たちはまだ詳しい事情を知らないだろう。今回の一件は鉱山で起きたことでな。しかもただごとじゃない。それに鉱山に事故はつきものだ。だから念のためこの業界の専門家にも依頼したんだ。鉱石鑑定や地質分析とかは冒険者には荷が重いだろ。専門家を連れていくのもいざという時のためさ。それに俺が見つけた人は玄人中の玄人。どんな石だろうとその人なら一目見ただけでお見通しなんだ。俺の見立てではあの人は世界で一番鉱石に詳しい。そんな専門家を知ってたら依頼しない手はないだろう。ちょっと待て、世界で一番鉱石に詳しい人はその人じゃないと思うぞ。どうしてだ？だって一番詳しい人はオイラたちの友達にいるからな。ふふん、上には上がいるってのを教えてやるぜ。ここで待ってろよ、今その人を連れてくるから。勝利はきっと講談を聞いてると思うぞ。講談師のところ。前回の続き、岩王帝君は見つけたぞ。うん、お前たちも講談を聞きに来たのか。なかなか粋な心がけだ。いや、オイラたちは勝利を探しに来たんだ。今空いてるか？時間ならあるが。
地質と鉱石に詳しい人が必要なんだ。地質と鉱石。この大陸中を探し回っても勝利より詳しい人なんていないはずだろ。その依頼人が世界一鉱石に詳しい専門家を見つけたらしいんだけど、テイワットで一番詳しいのは勝利だってことをオイラが証明してやる。ふん、なぜそうも他人と比べたがる。そんなんじゃないけど、ただタイが勘違いしてるから。だからオイラは あいつに分からせてやろうと。そういうことなら一緒に行っても構わない。本当か。先に断っておくが、俺は多少知識があるとはいえ世界一と言えるほどこの道を極めているわけではない。知識の海には果てがない。見聞を広めることはいいことだ。俺がいればお前たちも安心できるのだろう。それにもし本物の専門家に会えるのであれば、俺も切磋琢磨するのにまたとない機会だ。そんなに謙虚にならなくてもいいと思うけど、とりあえず勝利が同行してくれることになったし、タイのところに戻ろう。ここにあるのは全て千載一遇の宝物。その人がお前たちの友達か。そうだ、この先生こそが世界一鉱石と地質に詳しい人だ。大げさだな。多少その道に覚えがあるだけだ。俺が見つけた人も絶対に引けを取らないと思うぜ。まあここで言い合ってても拉致が開かない。彼が来たらその目で確認してみるといい。ここでいいんだっけか。お、来たか。紹介しよう。俺が見つけた助っ人、クンジュだ。クンジュ、こっちは冒険者協会から来た冒険者で、こちらの先生は。往生堂の角形、勝利先生。その名前、俺も耳にしたことがあるぞ。聞くところによると知識が豊富で才能あふれる方だとか。まさかこんなところで本人に会えるとは。その顔どこかで。もしかして往生堂で会ったことが。いや、でも僕は往生堂に行ったことがないし。タイ、早速試してみないか。そう言われてもどう比べたらいいのか俺には見当もつかないんだが。お前たち2人で勝負の内容を決めてくれ。勝利が勝ったら勝利に手伝わせる。逆にもし勝利がって勝利が負けるはずないよな。勝負いいですよ。望むところです。臆することなく望むか。いいことだ。あなたを一目見た時からこの業界の玄人だとお見受けしていました。でも僕より上かどうかは試してみないと分かりませんよ。なんだか偉そうだぞ。本当のことを言っただけです。それに僕にはこれくらいしか取り柄がないですから。つまりクンジュ殿は鑑定士なのか。いえ、そういうわけでは。実はその記憶が曖昧で、リーユエコーに何をしに来たかもよく覚えていないんです。ある日突然タイに声をかけられまして、僕が石を持ってるのを見て彼がいくつか質問してきたんです。それに答えたらここに来るようにと。そんな曖昧な状態で来たのかよ。俺がリーユエコーに来る途中、クンジュが何か言いながら石の手入れをしている姿を見たんだ。石についてすごく詳しそうだったんでな、気になって質問したんだよ。そしたら甲府の俺よりも石に詳しいときた。で、やることがないんだったら俺のところに手伝いに来ないかと誘ったってわけだ。でも
記憶が曖昧なのに大丈夫か？そこまでひどいわけじゃありません。それに石のことなら必ずお役に立てると思います。勝利先生、この石を見てどう思いますか？ふん、この石は外側が滑らかで、表面のひび割れは火山の噴火によるものだろう。俺の考えに間違いがなければ、これは他国の石だ。なかなか鋭いですね。それもただの石ではない。殻が薄く線が黒い。おそらく中には良質な水晶鉱が入っている。ご名答。この石は火山の周りにあったものです。市場で見つけたので買いました。売り手はこの石の価値に気づいてなかったみたいですけどね。もちろん純度や質の高さだけでは珍しいものとは呼べません。お宝と呼べるような価値の高い水晶はその中に水や砂金を含んでいるんです。この石の中に隠されている水晶は形を成す際に水を含んだようです。水が夜の山々の満月のようにそこに隠され、空を映しながら流れ動く、非常に珍しいことなんですよ。そんなに詳しく、まるで直接見てきたみたいな言い方だな。オイラたちをからかってるんじゃないよな。だってまだその石の中身を見てないだろ。いや、彼が言ったことは事実だ。水晶はそのほとんどが高温環境で生成される。高温と水は相性が悪い。そのため水入り水晶は貴重な品だ。そしてこの水晶が含んでいるものはおそらく鉱山の湖の水。さらに珍しい。勝利までそう言うなら本当なのかも。勝利先生のような目を持つ方に会うのは初めてです。僕よりも詳しい。石の中の様子をどうやって知ったんですか？見識を深めていけば自然とわかるようになる。大したことではない。君主殿もあまり気にしないでくれ。いえ、そんなことないですよ。これも何かの縁です。ぜひ僕とお友達になってください。タイ、勝利先生を一緒に連れて行くべきです。僕を信じてください。彼はすごい目利きの持ち主です。こんな人一生に何人も会えないですよ。わかった。人が多ければそれだけ力になる。全員俺と一緒に双眼巨炎の鉱山まで来てくれ。行方不明になった仲間たちを探してほしい。